の体の動きって思い通りに動かせない。このバットの中をずっと振るという練習をします。これが何でもね、それは一番中振ってる。スイングが劇的に変わるヘッドランバット大好評発売中です。ぜひヘッドランバットを持ってスイングを劇的に変えましょう。どうも、ミナルマンです。はい、本日はですね、子供同士もできる本当に簡単、僕は簡単です。でもこれね、意外と皆さんやったら自分の体の動きってなかなかうまいようにできないんですよ。思い通りに動かせない。体って自分の腕を見てるものは取れるけど、見えないところって自分がどう動いてるかってなかなか難しいわけですよね。で、そういう方ってバット持って振る時も余計わからないんですよ、このものがどう動いてるかって。でも今回ね、その自分の感覚によりこう敏感になって練習するっていうことが、例えばバッティングで自分はバットをこういう風に出してきてる、内側からバットを出してますと思う。でも出してるつもりでも出せてない子多いんですよ。それはやっぱ感覚なんですよね。自分はこういう風に言ってるけども、なかなかそこがうまくできないっていうのは結構感覚の問題にもあるので、感覚をこう優れさせような練習をお伝えしたいなと思います。これはね、子供同士でできます。子供同士、もちろんお父さんが確認してやることも大事なんですけど、子供同士でもできるので、ぜひね、学校のみんなでやってください。学校のみんなでバッター持っていっちゃダメですよ。ね、棒でもできる、木の棒でもできるので、なので周りには気をつけてね、学校でもやってみてください。はい、ということで、早速やっていきます。はい、早速やっていきたいと思います。まずね、どうしていくかというと、これね、開いてしまう子とか結構こう体のそのパンチ踏んでしまう人にめっちゃいい練習にもなるんで、ぜひやってください。これどうやるかというと、これね、バット2本あります。なんで2本あんねんと思ってると思うんですけども、このね、中、このバットの中をずっと振るという練習します。これってバットの中振れてないの分かります？バットの中振るってどういうことかって言ったら、見ておいてください。これ中振ってません？それは一番中振ってる。中振ってるでしょ。これなんですよ。これをやってほしいんです。ただここの時も中入ってるでしょ。入ってますね。入ってますよね。振っても中入ってますよね。はい、これなんですよ。これ意外と振ってるとみんなわからんじゃないですか。これって自分がここ振ったら中に入ってるなっていう感覚を研ぎ澄ますことができるんですよ。でもこの感覚ってめっちゃ大事なんですよ。引いてこの辺とか見えないでしょ。見えないです。見えないけども、ここに来たらバットは中入ってるな、振りに行くときにこう出したらバットの中ずっと入ってるなってわかるわけですよ。で、だいたい開く子ってこっちに振る感覚が少ないですよ。だからこう引いちゃう。だから家でね、例えばみんなでこう構えてて、左バッターボックス、これは左なんで、左バッターでは3塁線、右バッターやったら1塁線の方向、こっからピッチャー抜いたままですよ。この状態のままこっからこの中をスッ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 っていう感じです。これをいろんなのがやるわけです。なるほど。その角度を変えることにも意味があるんですね。またこの微調整必要なんです。ここだったらこの辺やな。体の傾きもめっちゃ重要なんで、スッスッスイッと。どうですか、入ってますか？いや、もう全部入ってます。入ってますよね。これちょっとひなりにやってもらいます。さあ、やってもらいます。お願いします。おお、いいですよ。繰り返してもらっていいですか？これぐらいの、こういうやる必要はないですか？じゃない、こういうやります。スイングするだけじゃなくて、スイング入ってるかどうかの、そう、自分の操る確認なんで、そう、これぐらい、そう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 、入ってますよ、入ってますよ。そう、入ってますよ。結構難しいですね。結構むずいよ。最後後ろまでグイッといくと最高ですね。あ、入ってますよ、入ってますよ。ちょっと最後外に逃げてますが、確かにこれでもやっぱあれですね、カメラで確認した方がいいですね。そう、ちょっと外に出てきましたね、ひなりさん。
おお、ちょっと外出てますね。最後こっちに出てますね。最終的にはそう、バットが通ってたらもう最高。おお、いいいい感じ、いい感じ、いい感じ。おすごい、おお、すごいすごい、ごっつい手な感じですよ。これね、意外とみんなできひんねん。だからこれで、ね、コースによっていろいろやってやるわけですよ。例えばこれが終わったら、例えばこうセンターに向けるとかね、もうこうやって向けてやるとか、はい、よく、まあ、リズムとかよく言って縦振りとか言ってるんですけども、縦振りです、この軌道です、この軌道まあ縦になるとどうしてもやっぱり自分のポジションから打つんで、これの時はちょっと外れるんですけど、振りに行く時っていうのは基本的には外れない。この自分の振っていく軌道っていうのは絶対理解しておいた方がいい。今からやっといた。それはなぜかというと、自分が思ってるよりも自分の体ってね、ちゃんと動いてくれないんですよ。だからこの自分でちゃんとこう思った通りに動かすためには、こうやって目印になるところをこうやってこうしてやる、そういう練習をするとすごい感覚に敏感になってくれる。そういうことをやって、まあ、みんなで楽しみながら、あ、今は入ってるみたいな、10回連続で入ったら OK みたいな、その後にバッティングとかするとリソース感覚がすごい研ぎ澄まされてるんで、だから、あ、今自分の動きってこうなってたんや、例えば今開いてるぞって言われたら、さっきやったこの逆にこうバットを出していくイメージでやってる、逆にバットを出していくイメージで振りに行くと、さっきの開きが改善されるとかなってくるんで、これめっちゃいい練習ですよ。特になんか左バッターの人の方が開きやすくないですか？開きやすい。そうっすよね、うん、で、特にこれやってほしいのはね、右から左に変えたっていう人。ああ、はい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 。右から左に変えた人はもうまあ開く、ほぼ全員開くから、こういう練習やった方がいい。あの、自分の感覚を研ぎ澄ますためには、そういう風に何回も何回も反復するがめっちゃ大事。なるほど、覚えたいです。なので、ぜひね、皆さんこの誰でもできると思うんで、子供同士でもできるんで、学校やってください、まあ、休み時間はい、ということでね、今回も打撃編ご紹介したので、ぜひまた見ていただけたらというふうに思います。本日は以上です。ありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導もご登録お待ちしております。また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらの方もぜひ応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。